後崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあということでね、はい、今日はですね、うん、あれです、前回の袴田さんと里崎 の、うん、あの総チェック終了に向けての動画、はい、ドッキリの件について、はい、多方面からいろんな意見をいただき、はい、楽しんでもらえたと思いますけども、はい、あの一番最初に言うとですね、うん、あのドッキリなんてね、事実誤認してる方います。そうなんですよ。あのでもちょっとわからないのは、うん、コメント欄も、うん、多分そのコメント欄を見てバレないようにって乗っかってくれてた人だね。あれ素晴らしいね。すごい、もうヘビーユーザーだね。コメント欄の上位を占める、はい、あの今までありがとうございましたみたいな、はい、この動画、うん、だって3年連続やってるからね、うん、もうそれはもうヘビーユーザーの人は、はい、だってもうコメント欄にも書いてたじゃん、うん、あ、この動画を見るともう秋の季節なんだなって思うみたいな。そうそう、季節を教えてるのよ、はい、そうなんですね。、うん、いやだから本当に分かってて、うん、でもみんなにネタバレしないように団結して、うん、そういう風に書いてくれてる方と、うん、本当に、うん、多分最初の 2,3 分しか見ないで、うん、本当に動画終了すると思ってそういうコメントしてる人両方いると思うんですよ。見ろ見ろ最後まで。そんなのもうそっからはもう3分ぐらいから面白いんやぞ、はい、袴田さんが笑い出すところから。ね、でもあれぐらい、はい、なんか一緒に楽しんでくれると嬉しいですね、はい、そうですね、うん、なんか今回何やってるんだみたいな、うん、もうくだらないみたいな批判コメント思ったりなかったですね、うん、だからそれぐらいずっと見てくれてるってことだと思う。ありがたいですね、うん、だって、うん、ヤクルトの青木、はい、ご夫妻が里崎チャンネル見てくれてるらしくて、すごいっすねって言って、はい、あんなに一人で喋ってって、はい、いやいや適当なことばっかり言ってるだけだよって、はい、いずれこっちの世界来るんだからって、はい、いやそこまで喋れないんでって。いや見てくれて結構見てくれて、ありがたいね。そうですね、まあね、どのぐらいの方が引っかかったか引っかかってないか、あのこの動画を見て、うん、あれ 2,3 分しか見てなかったって人は最後まで見てほしいですね。あ、そっから思う、3分過ぎぐらいから面白いから。え、でも私あれ思ったんですよ、うん、ちょっといいですか、うん、私こうやってクククククってなってたんですけど、うん、まだこっちから見たら泣いてるように見えたんですよ。だけど佐藤さんは声聞こえてんだよ、声が。もう佐藤さんの顔が最後緩みましたよね。いやあんな普通にやっててくれたらいけてたのに、グフ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 みたいな、それはもう無理やろ明らかに。佐藤さんの最後の切り替わる顔がすごい良かったですよ。良かったですよじゃないのよ、5分ぐらい引っ張りたかったよ俺は。まあでもね、たくさんの方見ていただいて、いやありがたかったですね、うん、で、バットボタンがないからね今。そうです、見えないからね、うん、だからどんなにバットがあるか分かんないよ。 77% 高評価率、うんうん、で去年が、33% 去年が高評価率が 33% で、うん、今度 77%、うん、おー、だから、おー、え、去年も毎年恒例よ。なんで3、まだ浸透してなかったのかな。浸透してないですね、2年目だから、はい、あとはちょっとあの2年目に向けて爆発的にあの登録者数も増えたから、うん、新規の人がちょっと多かったのかな。そうですね、うんうん、最近あの徐々にだから、はい、だってあれだよ、うん、俺のチャンネル、うん、乃木坂さんも見てんだから。あ、なんかそうらしいじゃないですか。そう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 、うん、もう YouTube の人って俺のこと言ってたから。あ、まあ、見たもん俺、ね、乃木坂の YouTube、はい、あのマリン行ってる時、はい、俺が始球式の時に、うんうん、ロッテの選手今いっぱいいるんだよ、はい、いっぱいいるのに、うん、引退して8年のこのおっさんの名前が出て一番テンションが上がってる乃木坂のメンバー、はい、最高やな。で、あれ佐々木さん始球式じゃないじゃんみたいな感じで言って、うん、あ、キャッチャーなのみたいなこと言ってて、はい、へー、ね、で始球式やったことないからって言ってるからね、はい、うん、いやガチで気合い入れたらロッテの始球式できますよ、うん、その時はね、あのいつでも言ってくれたら受けに行きますから。え、待って、私の時受けてくれなかったのに。スケジュール空いてない、だからもう言ってくるの遅い、大体言ってくるのか。あ、もう、ね、シーズン前からちゃんとオファーしてる。そうそうそう、言ってきてたら上げとくから、うん、だからあの乃木坂の関係者の皆さん、いつでもコラボお待ちしてます。で、あのそういう話じゃないんですよ今日。違うの今日はね、ちょっと5分経ってるんですけど、うん、あの私はちょっと気になってたことがあって、あのドッキリの動画で、あのドッキリの動画関連で、関連、あの動画って、うん、動画投稿終了しますだったじゃないですか、うん、あれって、まあ、私の認識で、うんうん、まあ、今の流れでも、うん、まあ、言えば皆さんへのドッキリで、うん、私がでも気になってるのは、うん、あの振りになってないですよね、あの動画リアルにならないですよねっていう。佐々木チャンネルが終了ってことっていう、なんか今ちょっとざわっドキドキな、これ袴田さんの やめるのこのチャンネル。私が、うん、いや違う、私がじゃなくて、うん、
佐藤さん辞めないですよねって話です、ね、なんで逆にえちょっと今ネット界隈井口監督がねえ急にって言ってなんかその日にね、はい、決めましたとかって言って、うん、急になんか退任、はい、辞任発表してね、うん、じゃあ次は誰だってなった時に、うん、佐藤さんなんじゃないかみたいなネットが結構ざわざわしてるわけですよ、うんまあ、ゴブゴブでね、うん、俺は辞めとけっていう人とゴブゴブで俺がいいっていう人の、はい、俺は何も言ってないのに、うん、勝手に俺の名前を使ってネットでざわつくっていうね、はいでトレンドにも上がっちゃって、はい、それはもう昨日の夜からエグかったよタイムラインがあそうですか、うん、だしなんか私のところにも、うん、佐藤さんが監督になっても袴田さん何かの形で里出しチャンネルを続けてくださいとかまあ佐藤さんが監督になっても、まあ、袴田さんはやっていきますよねとかなんかね結構ね何人かからなんかねぎらいのコメントというか私メッセージ来てそうなん、はい、でもさ、うん、そう YouTube はさ、はい、だって片岡さんもさ、うんあの監督になってもやってるじゃん、はいうん、だから別にできんじゃんまあ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 そうですけどだから別に監督になったからって YouTube できないわけじゃないから、うんはい、片岡さんの実例もあるわけじゃん、はい、だから片岡さんも今、うん、ドラゴンズのなんか二軍の遠征のなんかあり方とか、ねはい、こんなんだよみたいなところとか出してたりしてんじゃん、うんうんうん、だから別に辞める必要ないじゃんね、はい、じゃあ監督にもしなったら、うん、グッドとかバードとか好き放題言えるんですかそう言えるっしょ言えますだってバットはバットだから卓球だから里崎バットってなるかもかねちょっと今週は俺バットだったなってそう俺平気で言えるからね俺そういうのじゃあどうなんですか試合のない月曜日とか普通に撮影場所来られるんですか来てくれればいいじゃんあマリンまで出張でそうですスタッフもあれだからてかこれなる過程で喋ってるよいやいやどうなのかなと思ってあ、うん、想像の話ねあそうもし今ネットだって今広報で言ったらまあなかなかそう名前は上がらないわけですようん、でも私に今まだ相談はねこっちは何も来てない状態なので昨日の今日だから、うん、そうですけど今日月曜日、はい、昨日日曜日、うん、昨日ね、昨日のシーズンが、うん時間で言っても12時間しか経ってない、うん、まあそうですね、うん、昨日はパリーグ全日程終了して、うん、そうシーズンが、うんうん、でも辞めると思わなかったけどねあそうですか。だからあそうだ続投とかなんか動画出してませんでした？そうだから俺はあの時続投って出してるわけじゃなくて、うん、球団から要請だよね。はいうん、続投要請出て、うん、って言ったから、うん、それは井口さんを辞めたくない、うん、球団がやらしたい、うん、ってなったらやりますよねと。はい、で球団がやらせたい、うん、監督がやりたくない、うん、だってやれないし、うん監督がやりたい、うん、球団がやらしたくないでもできないし、うん、両方がやりたくないでもできないけど、はい、これはシーズン終了後に、うんまあ、その要請を受ければ、まあ、続けれるんじゃないのって言ったら、はい、本人やめますだったから続けれないっていうだけで、うんうんうん、だから球団は要請だから球団今はてんやわんやらしいと思うああそうなんですねでしかもねオーナー兼社長の河合さんもね、はい、退任辞任したから、はい、だからすごい今から探さなきゃいけないから大変だと思う、うん、じゃあもしかしたら佐藤さんにじゃあこれから今からオファー来る可能性もなくはないってことかいやそれはないでしょこんなん言ってんだよ俺連絡してきたらすごいよ逆にないですかないないないえ本当ですか、うん、でも本当にこれはどことかいつとかいつかもう本当に全く言わないですけど、うん、でも本当にとある球団からそういう、ね、中に内部に入らないかっていうオファーはあったことあるじゃないですか過去にね過去に、うん、でもきっちりできませんって断ったロッテの方からオファー来ても断るんですか俺何回も言ってるけど、はい、俺の条件を飲んでくれたらって言ってるじゃんおしかもよ来てもないのに、はい、何も電話も鳴ってもないのに、はい、ああだこうだとか言わんじゃん俺あまあまあそうですね、うんうん、じゃあ可能性としては、うん、佐藤さんがの要求を全部飲んでくれるんだったらやるかもしれないってことですね、うんまあ、その可能だからそれはずっと言ってるじゃん、はい、そうやってもしやるとしたらみたいな、うんはい、でコーチは公募制でみたいな、うんうんまあ今からだったら時間ないと思うけどね確かに里崎そうですね里崎政権だったらこうするみたいな動画もありましたよね、うん、でも、もう今からだとそんな多分できないと思うけどね、まあ、そうですね、うんうん、もし仮にやったらどうすんの僕毎日ライトスタンドで里崎嘘すぎて旗あげますいや本当ですよ毎日ありますよ、うん、だって私たちあれですよ、うん、あの佐藤さんまあ俺は寝らんけどなみたいなことを結構言ってましたよ、はい、言ってましたよ、うん、だから別にだからやってないじゃん、うん、でもなんかちょっとなんか今匂わせてますよねそう匂わせてない何もかかっても来てないんだからねそうですか、うん、これちょっと言うか言わないかそこ事実確認をするかしないかすごい迷ったんですけど、う
ちょっと小耳に挟んだんですよ。小耳に、うん、そんな人脈あんの？まあ、私もまあそこそこあんの、あの、うん、野球界にちょっとずつ入ってきてるし、まあ、ちょこ結構あの、うん、まあ、だって私ロッテにも、俺結構何でも知ってるよ、ね、言えない話も含めて、はい、でもロッテにもまあまあ結構そのロケで行ったりとか、うん、でちょっとこう抑えられることもあるし、うん、まあ小耳に挟んだんですよ、うんうん、なんか佐藤さんと球団の方がご飯に行くらしいと。あ、ロッテ？ロッテの誰とは聞いてない、ロッテの誰とは聞いてないですけど、うん、ロッテの球団となんか佐藤さんがなんかご飯に行くらしい、うんうんうん、なんか会うらしいみたいな。ガーシーじゃないよね知ってる？それはどうかな、誰に聞いたかっていうのはやっぱ言えないですよ。それは言えないの？それは言えないですよ、うん、でもなんか佐藤さんご飯行くらしいよっていうのちょっと小耳に挟んでるんですけど、ちょっと情報が半分間違ってるけど、うん、ロッテの球団の人じゃない、うん、本社の人と、うん、あのご飯行くのは事実。今日ね。今日？これから？今日これ撮影終わってあと？夜ね。たまたま。あ、たまたま？たまたま今日。あ、たまたまなんですね。たまたま、うん、そうそうそう。うんうんうん、あ、なるほど。たまたま、うん。いや、何の話かは知らないよ。ちょっと怪しいな。怪しいですね。ちょっと怪しいな。大体接触ありますからね。うんうん、いやいや、そんなあの前から決まってたから今日って。あ、本当なんですね、それはね。そう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 、前から、うん、今日って決まってた、前から。怪しいな、今日まあ、なんかあれですね。いや、それは嘘ついても仕方ないじゃん、うん、まあ、そうですね、うん、ちょっと、そうですね。でも俺は続けると思ったけどね井口さんはね、うん、だから次は、うん、俺の予想ね、はい、多分福浦さんか、はい、鳥越さんちゃう。でももう自分は入ってないんですね。うん、うん、自分は入ってない。予想ね。あ、予想ねと俺は思うけどね、うんうん、今からバタバタしてフロントもきついと思うよ。まあまあまあ、私たちはね、佐藤さんを信じて、まあ、このチャンネルが続くっていうことをね、まあ、もしね、就任してもらう自由ですけど、うん、そうなったら暴動が起きますと。そうですね、マリン、マリン、マリンの前に、この3人で暴動を起こすってこと。どういう監督就任反対でもマリンの周りずーっとやって、試合始まったライトスター反対の人って署名集めましょうか言われますよ、反対嘘つき監督すぐ下ろせってずっと YouTube、うん、なんかもうね、私たちと YouTube を続けるって言ってたじゃないかっていう、うん、俺だけ見捨てるなみたいな。それか、おい、ロッテ、俺らも雇えってあ、ちょっとね、2人ロッテ入ったら私どうなるんだもうどっちかの2つの路線で、あ、まあ、はい、ボイコットというか、ね、りますよ。でもね、うん、そうだったら監督職もやりにくいと思うそうですね昨日の今日、はい、なんていう動画撮ってんだよっていういや、まあ気になってる方多かったじゃないですか。そうです、ね、そう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 、うん、ない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 から。わかりました。だからジーズだけ言うよ。はい、ジーズだけね、はい、連絡は来てません。はいはい、うん、で、ロッテの方と食事行くのは事実です、はい、それが怪しいなんかね、なんでよ、前から決まってた。確かにキューラーアドバイザーなんで内部昇格なんですよ。外部じゃないんですよ。内部から上がっていく。いや、チューブだから俺。チューブ？チューブ。ああ、チューブだから。中間地点にいるんですね。うん、チューブ。内部でもないし外部でもないし、チューブ、うんうん、もうだから俺夏しか稼働しないの、チューブだから、うん、まあ、秋稼働しないよ、チューブだから。へえ、あ、そういうこと遅いって。いや、私でもチューブって言ってもチューブの曲が一曲も出てこない、歌おうと思っても一曲も出てこないぐらいあのね、あんまり世代ではないんですよ。そうなん、そう、夏って言ったらチューブ。あ、分かった。あー、夏休みか。そうそう、俺もう今夏休み過ごしてるからずっと。あ、そうなんですか8年間いや、忙しそうじゃないですか。いやいや、もうこれが夏休みみたいなもんだから。はい、まあまあ、でも、まあ、佐藤さん曰く監督就任はないだろうっていうことですけれども、うん、そうそうそう、だって連絡も来てないのにあるもないもん、そんなの言えんやろ。そうです、ね、バカかってなるよ、はい、そんなもん何一人張り切ってんだよみたいな。はい、でも俺は井口さん続け、だから俺は福浦さんか鳥越さんちゃうかって俺は思うけどね。うん、そうですね、中から上がるとしたらなかなか今から動きづらいと思うよ、はい、正直フロントも多分ビビってると思うよ。うん、どうなるか、まあまあ本当に注目ですね、うん、まあまあ佐藤さん今こう言ってますけど、佐藤さんがまあどういう選択をしようと。俺はもう全自動洗濯機、家はミーレの。まあどういう決断をしようとまああの、まあ、私たちはね応援していきましょう ね。いやだから何もないっつってちょっと暴動も見たいでしょ。ちょっと暴動見たい。暴動、僕らの暴動も。そしたらもう全員叩き潰すよ。お前
ウエスタンラリアット。